甲賀源之助で甲賀源之助役鳥海浩輔です。よろしくな。かげろう役早水理沙です。よろしくな。ドルビが好きな役柳直樹です。よろしくな。やしゃまるです。やしゃまるが大好きなホタルビの役沢城みゆきです。よろしくな。まあということで、はい、皆さんお待ちかねですよ。ついに来ましたね。はい、ありがとうございます。お邪魔します。まずはですね、みゆきちゃん、ホタルビについてね、簡単になんか語ればいいじゃない。いいじゃない。その放任主義なんですか。もう大人だからね。あ、そうだよ。大人だからね。いや、ですね、ホタルビは普通のティーンエイジャーだなと思ってやっていて、まあ確かにちょっとエキセントリックだったり、ちょっと忍者っていうこう設定はあったりはするんですけど、基本的にはすごい自分の好きな人をずっと思い続けてるっていう、純度が高い子かなと思ってやってて、なんでそういうこういろんなオプションを取っ払うと、私こんなになんか純粋なこう若い子をやらせてもらったのが初めてだったな。ヘビが好きだしね。使えないけどないですね。そうそう。ガーンやったもんね。で柳君、やしゃまる、僕とやしゃまるの思い出は、僕とやしゃまるの思い出1話の時に戦って巻物盗まれてしばらく泣いてた。で次出てきた時は裸の人に殺された。コキってね。あとはみゆきちゃんの回想とかでちょこっと、そうですね、素敵なね、多分ちょっとあれ妄想ですから。違うよ、ちょっとなんか何割かましがかっこよくなる。あ、そう、かっこよくなる。キラキラしてたもん、画面が。でさ、2人の役ってさ、すごい恋人同士なんだけど、実はあんまり一緒のシーンがないじゃない。そう、ほとんどなくて、特に現実っていうか、そうそうそう、全部妄想だからね。違うのか、違う、回想だから妄想じゃない。付き合ってないよね、本当は。片思いなんじゃない。全部ホタルビのエキセントリックだから。ホタルビのあれ妄想だ、回想じゃなかった。概念がひっくり返るの。間違えてやってた。まあね、そんなこんなでですね、この人気の人気カポーですよ。人気カポーのこのお二人をね、招きまして、進めていきたいと思いますので、最後までよろしくね。新コーナー。はい、ということで、はい、今まではですね、現場の裏話的なねことを語ってましたけども、ぶっちゃけ次のコーナーとかぶるので、演じている役者さん個人にスポットを当てていろいろ聞いてみたいなと思いまして、こんなものを私が夜なべして作りました。お、手作り。すげえすげえ。本当です。これをルーレットを回していただいてですね、止まったところのことについてぶっちゃけてもらおうかなと思います。まずはですね、やしゃまる役柳君にですねやっていただこうかなと。じゃあ秘密以外に当たるように頑張ります。はい。挑戦してる。秘密だ。秘密が出ちゃった。本当に秘密を。お。誰にも行ったことがない。あら、なんだろう。僕はですね、高校生ちょいぐらいから名前を変えて、実は物書きをしていまして、今でも結構雑誌系に連載をしています。なんと本当にライターさんですよ。でちょこっと本なんか出ちゃったりして。本当に単行本。まあ単行本までいかなくてコラムみたいな。まあそんな感じで。何やっちゃってんので、ちょっと台本なんかも書いてて、芝居の戯曲の本もちょっとだけ出したことがあります。本当に知らなかったんだけど。すごい事実。マジですか。なんて名前で。いや、それは言えない。なんで。それはね、また次回来た時に。次回。あ、でもそんな大したことじゃなくて、昔本当20歳に22ぐらいまではそっちで芝居やりながら。すげえ。じゃあもともと書く方がやりたかったんですか。工事が始まったみたいなんですけど、まあ気にせず行きましょう。僕が始めた時、すごい小劇場ブームっていうのがあって、いわゆる演者だけじゃなくて演出とか脚本とかを一人でできた方がいいって言われてた時代だったのね。だからお芝居の訓練イコール演出とかライティングもまあやったりやらされたりして、それの延長でなんかいろいろコネとかできてって、すごい秘密ですね。本当に秘密を知ってしまいました。ということで皆さん興味ある方は探してみてください。なんとなく。でも名前とか言わなきゃ探せないし。いや絶対言わない。意外な素顔が見れましたね。本当に。はい。次回も楽しみですね。以上クローズアップのコーナーでした。ではですね、ベストシーンいろいろありますね。名場面だらけですね。その中からですね、我々が独断と偏見で選んだシーンをね見てちょっと語ってもらおうかなと。まずはですね、こちらのシーンからどうぞ。このサイモンもさ、ずっと包帯取り替えないんだよね。これでもわざとでしょ。ここはわざと。この後ホタルイが似てねえっていう顔をしますから。上田洋二のモノマネが似てねえっていう顔しますから。彼の被害妄想だ。違うじゃないから。そう、しまったじゃなくて似てねえ。しかもすごい勢いでね。そう。ここだ。この後。似てるし。似てねえ。似てねえ。そこはね、とことん。基本なんつうの、遠方支援系じゃん。うん、こうニニニニするのも。うん、ニニニニ。そうそう、周りを助ける方だから、周りが戦ってる後ろでっていうね。1対1だとだから。うん。頑張ったんだよ。いや、かなり頑張った。頑張った。サイモンもいいとして若い子に本気出しちゃうからさ。そういう見方もあるか。ほらソフトフォーカー素敵な妄想じゃないから、3割増しだから3割増しかもしれないけど、片思いだから、両思いだったから、片思い。これすごいかっこよい。多分この手ね、別の女の人なんだと。ちょっとこのヤシャバルかっこよすぎだよね。ちょっと違うよね。なんかね、ちょっと大人っぽくなってたしね。ちょっとやっぱ妄想ですよ。使うから綺麗な思い出を怪我さないで。すごいいいシーンなのにね。本当よ。はい、ということで、ホタルビの最後。はい。ホタルビの中でどうなんだろう、あれって。なんかね、最初客観的に見てると、ああこれはもうどうしようもなく救われないなと思ってたんですけど、一回ホタルビ側の視点に回ってみると、最後はまあ妄想であれなんであれ、すごい幸せというか、とにかく会えたっていうことでこうふっと切れてる感じなので、なんかそこはすごく私的には救われているんですけど。ヤシャバルは本当に迎えに来てあげたんですか？いや。そんなバカな。言ってあげて、ちゃんと迎えに来てあげたよって。迎えに来てあげたよ。ああ、よかったよかった。はい、めでたしめでたしということでね。ひどい。はい、ということで続きましてはこちらのシーンをご覧ください。お粗末様でございました。塩谷さんが、音響監督自らが出演という。これなんと絵も塩谷さんの写真を見て描いた、キャラデザインしたっていうね。だから塩谷さん以外にはできないんです。塩谷さんをこう無理やりスタジオに。僕はもうそういうのはいいんだよって言いながらね。はい、ということでベストシーンなのかわかりませんが、あそこのやんやんやいうシーンでガヤ撮りをしたんですけど難しかった。あれも何、旬のものの食べ物の話とかすればいいのかなとかする話題がなくて、難しいんだよね。難しかった気がする。時代も確かに難しい。船の上のがやって塩谷さんの声がすごい聞こえてくるんだけど、あのね、立ちすぎなんだよね。なんかガヤなのに息子と会話してるとか思って。なるほど。その辺ちょっとチェックしていただいてね。見てる方もやりたくないよって言いながらノリノリのですからね。はい、ということで、続いてはですね、14話からこちらのシーンをご覧ください。玄之介様と私とは遠い昔一つの魂だった。邪魔されるところだ。そうそう、小四郎にね。言ってね、おぼろちゃんの声が怒ってんの。最初に前9話8話ぐらいだっけの時にと同じシーンなんだけど、あの時は普通にね「どうしたの小四郎」みたいなやつが撮り直したらここのシーンが8話では描かれてなかったから、こんなチューとかするシーンだから。ってね、すごい畑野君に対してね、畑野君って小四郎に対してすごいね、ちょっとトゲがあるんだよね。それが面白かった。ちょっと奈々ちゃんも言ってたもんね、ちょっと違ったって、怒っちゃった、怒っちゃったって、小四郎ムカついたから、小四郎ムカついた、邪魔しやがってみたいな名言が出ますよ。やっと気づきましたって。昨晩おぼろ殿が目を伏せたわけが分かり申した。遅いよ、1日かかりました。いえ、あれはすまぬが目を伏せてはくださらぬか。はい。もう口も出しちゃったもんね。気づかないおぼ忍びなのに、うん、これもね、本当はムッとしてますね。めっちゃ怒ってる、めっちゃ顔怒ってる。チーって。どうしました、小四郎。ちょっと冷たい。怒ってる。ちょっとめっちゃ怒ってる。お呼びです。はい、ということで、いいシーンだ。いろんな意味で、いろんな意味で。可愛かったり、怖かったり。だから、あと9話に繋がるわけですよ。9話で目開いちゃうわけ初めて小四郎に対して「そっか」っつって、じゃあ最後にこのシーンを、このシーンですよ、見ていただきましょうかね。こちらをどうぞ。どこじゃ、どこじゃ、僕らのアイドルですよ。何でおかしいんだろう、バシリスク1の萌えキャラですから。出てこい、出てこい。そう平さん船が出るぞ。かすみ怖い怖い。望み通り現れてやったぞ。でけえな。やめれこんな大切なシーンなのに笑えるのは何だろう。ジンゴロウ殿、なんだおりゃ。はい、ということで甚五郎さんの最後、勝手に死んじゃったみたいな。台本があるんですけど、これすごいトラックですよ。私それすごいね。この今の14話なんですけど、実は探すとどこかに甚五郎がいます。この海の中にでしょ。そう。まあ今回紹介したシーン以外にもですね、なんか印象に残ってるシーンとかあれば、まあ僕はもう間違いなくあそこのシーンなんですけど。あの素敵ゼリフでしょ。ああ、生きり立つ天然様。名言ですよ。名言でしょあれは。あの声で言われるから面白くてしょうがないのね。一周回ってね。そう。いい声すぎて面白いっていうね。かっこいいけど言ってることは。だってさ、テストの時さ、本当笑ったもんね、みんな。ブワーってなったから。ハミさんすっごいかっこよくさ。ほう。玄之介さえ触れたことのないちむさが熱うなってきたではないか。みんなもみたいなね。いやでも本当に。で、聞きたい先輩がいっぱいいましたよね。すごい現場だったね。本当にね。1話目入った時に、私なんだろう、この緊張感はなんだろうと思って、普段やらないおげんだったから、役だから緊張してるのかなと思ったら、あ、分かった、これアニメの緊張感じゃなくて外画の緊張感なんだと思って、ありがたかった。すごいいいことで。なかなかないですよね、こういうチャンス。外画でもあれはないですよ。そうですね。今はもうないですよ。どうやってまとめようかな。じゃあここはやしゃまるに、やっぱり大人気のやしゃまるに、大人気だから。まあ以上ベストシーンでしたってもらえれば、やしゃまるで、おやしゃまるで。目閉じてるから。閉じてて。脳内で。以上ベストシーンでした。そんなだっけ？わかんない。はい、こちらのコーナーではですね、皆様から送っていただいたメールを紹介していこうかなと思います。うん、はい、ということで早速こちら東京都の月藤時さん。はい。バジリスクは忍者ものということで、1話からどんな話なのだろうとドキドキしながら見ていました。好きなキャラクターは如月左衛門で、次におこい。この兄弟の仲の良さに一気にはまりました。変な意味じゃなく互いに相手を大切に思っている雰囲気というのがとても出ていて大好きです。好きなキャラクターで2人の名前を挙げましたが、バジリスクのすごいところはたとえ好きなキャラクターを殺した相手でも嫌いになれない魅力大きい忍びたちばかりだということだと思います。原作漫画は読まずにアニメを拝見したので、お恋があんなに早く死んでしまうとは思っていませんでした。でもその描写は最高に美しく本気で泣けました。途中で入った兄弟のお昼寝の画像がまた憎い演出でした。最後に兄様に会えただけでもお声は絶対に幸せだったと思います。顔違いますけど。オンエアで全部見たのですが DVD はもちろん買ってます、毎回バジディスクのトークは笑わせてもらってます、特に鳥海氏の映像を見ながらのツッコミなんでちょっと格好つけてるの？いい気になってる。ちょっと調子こいてる。嬉しいんだ。そうそう。あんまり褒められない。そうなんだ。いつも褒めるよ。本当？いつでも褒める。なんか褒めてあげるみたいな。褒められて伸びるからさ。これからまだまだ DVD がリリースされ、オンエアとの差を見つけるのが楽しみです。ああ、そっか。はい。あ、でですね、イラストを一つ、兄様に稽古をつけてもらってる途中に利き手を怪我して治療してもらいながら説教されてる一コマのつもりです、ということでこちらです。すごい上手なんですよ。すごく上手ね。多分ね、世の男性諸君はですね、もうこの左衛門に対してすごい憧れを抱くと思います。そうなんだ。お姉ちゃんみたいなね、そっち。続いてまいります。はい、宮城県の、これなんて読むのかな、一風さんかな、一つの風と書いて一風さんでしょうかね、間違ってたらごめんなさい。皆さんこんにちは。こんにちは。僕が好きなキャラクターは浜代仁五郎です。お、来た。バジリスクのキャストの皆さんの中でも萌えキャラとしてしっかり定着しているのと同じで、僕もバジリスクを見るときは必ず仁五郎に注目して見ています。すごいとこ。それにしてもあの頼りなさや海水にビクビクする姿は他のキャラクターよりも人間っぽくて毎回笑ってしまいます、14まで死んだ時も全然死んだ感じがしなく、またどこからか出てくるのではと思ってしまいました、そんな仁五郎がもう出てこないと思うと悲しいですが、これからも仁五郎一筋でいきたいと思います。仁五郎はなんかもう魚健さんにしかできない気がします、やっても真似になっちゃうね。なんかね、あそこから新たになんかオリジナリティを出すのはすごく無理だなっていう。なんか声が入ってから私バジって選べなくなった。みんな好きになっちゃって、なんかジンゴロなんてこう、例えばなんかヤシムロがかっこいいっていうならわかるけど、こうジンゴロがあってなかなかこう思考はそっちに行かないじゃないですか。だけど声が入ってからあ、ダメだ、全然選べないと思って。愛すべきキャラだな。では続いて柳の方が読まさせていただきます。こんにちは、万華鏡です。こんにちは。こんにちは。ちょっと面白い。今日はお願いがあって送らせていただきました。お願いですか。なんでしょう。そのお願いというのは、最後の初回映像特典、これですよね。バジディスクでは、伊賀甲賀十人衆の全員で出ていただきたいんです。好きなキャラの声優さんも見てみたいし、つまり20人並ぶってことですよね。皆さんの楽しいトークなども聞きたいんです。あ、それでできれば陰陽座さんに主題歌の甲賀忍法帳も歌ってほしいなと。生そう、ここであのコーナー、ここでカラオケみたいな感じで、わーみたいな。いや、生演奏ですよ。あ、じゃあ飲みながらみんなで20人ちょっとやってみたいけどね。でもこれを仕切ってる鳥海君としては、呼ぶ呼ばないは鳥海君次第なんでしょう。ね、キャスティング権は握ってるんだけど、ぶっちゃけこっちの問題がね、いろいろ出てしまうので、やりくりしながらなるほど、そうだから全員でっていうのはねちょっと難しいんですけど、まあでも本当にできたらね、うん、ぜひやりたい。ちょっと今度面白いですけどね。じゃあちょっとハイドさんに相談して、本当に偉いプロデューサーにちょっと相談してみたいと思います。よろしくお願いします。ということでこちらではバジディスクではですね、皆様からのメールをお待ちしておりますって俺が言っちゃった。みゆきちゃんどうぞ。はい、メールをお待ちしております。こちらまで、こちらおおこちらまで。そうなんだ。どしどしお便りください。お待ちしております。してないから綺麗な思い出だから。若いうちだけだよ。そんな妄想が許されるのはね。うん。何者だ。はい、ということでお題でございます。毎度恒例のね。はい。はい。じゃあ今回のお題。音絵巻について語れ。スタッフより、うん、今回はどこの巻にしますか。でもやっぱり伊賀のお二人がいらしてるんですから。どんなお話だったの伊賀の。私が、泥棒する話。そうなんだ。違うやい妄想に加えて泥棒まで。違うもうでなんか大ボロちゃんとかにこの泥棒猫みたいに言われるの。されないされない。まあでもそうなんですけど、私が、ちょっと白むくに憧れちゃって、でそのおぼろちゃんの白むくそうおね、ちょっと拝借したら、その大問題になっちゃった。人が来ちゃってちょっと急いで逃げちゃったらそのなくなっちゃったってことになっちゃってっていう話が一番ね。真面目な話。じゃあホタルビが主役なんですね。なるほどね。もうお騒がせ娘ですね。でヤシャマル的には。ヤシャマル出てるんですけど、ホタルビとほとんど会話してないんですよ。畑野君とばっかり。畑野君とばっかりで。多分僕はみゆきちゃんの妄想の一部として出演してたと思う。なるほどね。そうなんだ。またおまけ最高ね。ねおまけの方が。おまけ聞きました。課長薬師辞典。おかしかったのが最初にドラマを撮る前にアフレコかなんか終わった後に秀哉さんがパーっていらっしゃるの。三四郎さんこれ今度のドラマ CD の台本になる予定の台本なんですけどちょっと読んでみてくださいって言われて要はゴーサインが出るか出ないかかなりギリギリなラインだからちょっとこれ読んでもらってもって言われて渡されて読んだ記憶があるんですけど。内海さんと早見さんがデュエット。よくあんなのねやってくれましたよね。だって美濃年期オカマバーカなんかのママなんでしょ。そうそうそう。なんかスナック毛根。毛根か。鼻毛かと思ってた。毛根。でそこでカラオケをやるという話になって歌ってると。で畑野くんが愛の手を入れてる。小四郎がね。いや本当に畑野くんだもんあれ。あれは畑野くん最後の。そこは畑野くん。白そればかりではないかみたいな。すいません。なんだっけ3回か4回ぐらい歌回したんですよ。回したんですけどなんだろう多分邪魔しちゃいけないとか自分で失敗しちゃいけないと思って畑野さんは毎回同じ通りにどっこいしょどっこいしょっていうのを入れるんですけど。結構2人がアドリブを入れて変わっていく中で畑野さんだけはコンスタントにそれを変わってるから最後に早見さんが小四郎それだけがって言ったら「すいません」って言っちゃったっていう。ここは本人素だったね。こちらねこれは第2巻ですけどこちら全3巻出てますからね。もう出てます。ぜひこちらの方よろしくね。よろしく。よろしくな。続いてはおみおざさんのコーナーです。今日はどんなお話でしょうか。どうぞ。皆さんこんにちは。陰陽差のベースボーカルまたたびです。ボーカルの黒猫です。かぶると思うんですけど僕は個人的にはどうしても忍者ときたら服部君がまず第一に無条件で浮かぶんですけど一緒じゃない。一緒ですね。忍者とくれば服部君ですね。なぜか。そうですね。僕はカムイ外伝とか、結構好きですけどね。浮かびますけど、私はですね、子供の時に再放送で嫌というほど何回も見た「仮面の忍者赤影」とかそういうのも結構思い出しますね、忍者と言われると。はい、もういい加減しつこいと思われそうですけれども、是非蛍火先生にですね教えていただいて、私はカエル担当にしていただければなというふうに、はい、思っております。よろしくお願いします。僕もね、一応ここまでの流れを考えると、笠巻将源に弟子入りするというのが筋なんですけど、この全国、のねバジリスクファンの、男性の皆さんの、本音をこの僕が代表して代弁するならば、そこはやっぱりね、霞刑部先生に弟子せねばなるまいと。理由は聞かないでほしいと、ね、まあでも本当ね、この今ちょっと昨今のこの、なんていうか世の中のね世相を考えると、こういう発言も冗談と取られない可能性があるので、冗談ですと一応言っときますけど。蛍火、蛍火先生が、そう、私の先生が散っていく、悲しいね。まあ多分ね、こう思いは若干違うと思う。ただまあ確かにそのね、夜叉丸を失ってもうその恨みに燃えている蛍火が虚しくも散っていくという、もう本当に単純に悲しいんですけど、でもその蛍火にとどめを刺す左衛門自体が妹をすでに殺されているという、このね、なんていうか忍法勝負っていうね名のもとに、その忍法勝負ということを度外視しても、そういうやっぱりね人間のその恨みっていうものはこう巡ってね、因果応報というか、ついえることがないのだなという虚しさというか悲しさというか、そういうことまで感じるっていうね。蛍火先生の後は私が継ぎます。はい。カエルでやったりと思って。カエルで一つ。はい。陰陽座の初の、ベストアルバムが、絶賛、自分で言っちゃいますが絶賛発売中でして、そのベストアルバムの発売を記念した、初のホールライブが、2月の25日に、中野サンプラザホールで行われますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、陰陽座さんありがとうございました。はい、追悼のコーナーです。はい、本日は伊賀の蛍火さん、天代甚五郎さん、お二人です。はい、それでは皆さん。はい。献杯。献杯。献杯。蛍火さん、笑いすぎですよ。ね、お疲れ様でした。蛍火さん。お疲れ様でした。どうでしたか。うん、蛍火の時間を生きられて、本当に幸せでした。なるほど。そしてね、我らが萌えキャラ。ね、我らがアイドル。甚五郎さん。惜しい人を亡くしましたね。本当に。では、蛍火さん、天代甚五郎さんのご冥福をお祈りいたします。エンディングでございます。はい。はい。どうでしたでしょうか。今日軽く感想など。楽しかったです。ありがとうございます。一言だ。本当に一言だ。じゃあみゆきちゃん。お願いします。楽しかったです。とっても楽しかったです。重ねてきた。なるほど。はい。ということでね、時間では15、16と。そうですね。どうなっていくのか。またあの人やこの人があんなことやこんなことになったり。誰が出てくるのかね。みんな出てくんだね。言っちゃった。ここでですね、我々毎回やってるんですが、恒例のバジリスク。はい、ではまず私からお願いいたします。いきたいと思います。わしでさえ触れたことない熱い胸玄之介。確かにね。大好きですねもう。確かにね。本当は天禅様のセリフをそのまま引用したかったんですが、明らかに字余りなんで。字余りすぎますね。なので、視点を変えてみました。玄之介から。はい、いきます。巧妙か夜叉の誘いか胡蝶の舞。綺麗ですね。この人いつもこういう担当なんです。で、書道が何段かすごい人なんで。まあ13話のね、さっき見ていただいたシーンなんですけど、やっぱあそこがすごく印象に残ってて、本当にあれで蛍火ちゃんとあと兄様のね、もうあそこで救われたのか、それともこれからこう修羅の道へ入っていくということなのかっていう、どっちとも取れるじゃないですか、あのシーン。まあそれでまあ修羅というよりは夜叉丸のね妄想もしてらしたことらしいし、夜叉という言葉を使ってみました。なるほど。いきます。蛍火が、蛍火が、蛍火が。夜叉丸。やばい。これはですね、前回の杉田とちょっと被っていますね。同じ思考回路。ちくしょう。はい、ということでまあ思いの丈を夜叉丸の。ありがとうございました。はい。勉強し直してきます。では最後にですね、オチですね。内海さん、感謝の言葉もありません。なるほど。これはあのシーンを何度も何度も撮り直して、で何度も何度も付き合ってくれて、でその後に別の人の撮り直しがあったんで、私はスタジオに残ってたんですけど、内海さんは外にも出てらして、でも終わった後にもう飛んでスタジオ出てって、とにかく内海さんに。ありがとう言わなければと思って行ったら「何言ってんだよ、いい作品作るためだろ」って言われた時に、もう全然なんかこうその単語を知らなくて、私は感謝を伝えるためのこの「ありがとう」より上の、それでなんか全然言葉にならなくて、とにかくなんか頭を下げた記憶があって、なのでこれを一句ということでね、はい、長きにわたり続いてきましたけどもまた時間でということで、はい、それではまた時間でさよなら、よろしくな。